始まるよー。皆さんは知っているだろうか、ドラえもんが普段何をしているのかを。まず、ドラえもんはのび太を学校に送り出すと、大概家で暇つぶしをしていることが多いぞ。コミックス11巻、雲の中の散歩では、家でけん玉をしていたり、コミックス13巻、お金のいらない世界では、のび太が奔走している間、終始ずっとヨーヨーをしている。コミックス19巻、無敵昆虫探では、なんとスライムで遊ぶドラえもんも、ドラえもん暇なんだな。でも暇つぶしといえど、割と楽しんで遊んでいるようで、コミックス4巻、おもちゃの兵隊。この回、のび太がジャイアンにいじめられ、家に電話をすると、ドラえもんは問題解決のために、おもちゃの兵隊を派遣するのだが、当の本人ドラえもんは、パズルの続きをやるために、のび太を秘密道具任せにしていた。パズルに夢中なのね。そしてそれが行き過ぎると、コミックス2巻、嘘つき鏡では、家の中でボーリングをして、ママの化粧台を破壊していた。家でボーリングはやりすぎ、といった感じで、暇つぶしをしているドラえもんだが、もちろん手遊び以外もいろいろ行っているぞ。コミックス4巻、その嘘本当では、のび家で飼っている金魚に餌をやったり、コミックス21巻、恐竜が出たでは、ママと一緒にのび太の部屋を片付けたり、コミックスプラス3巻、サウンドカメラでは、家の前で水まきをしたりなど、のび家のお手伝いも結構している模様。遊んでいるだけじゃないのね。とはいえど、そんなにやることは多くないのか。大長編7巻、ドラえもんのび太と鉄人兵団では、家で昼寝をしていたり、コミックス29巻、機械書きでも、自分をラジカセにして昼寝をしていたな。やっぱ基本は暇なのね。まああとは、コミックス8巻、僕、マリちゃんだよでは、アイドル、丸いマリちゃんのブロマイドをこっそりと集めて、テレビで応援してたりもするな。猫にしか興味ないと思ってたよ。もちろん、猫にも興味はあるぞ。コミックス38巻、友達の輪では、野良猫相手にナンパも仕掛けているぞ。言われてみればよく見かける光景だ。あとは意外と多い光景で言うと、コミックス8巻、人間機関車では、漫画を読んでいるな。コミックス41巻、出張口目。ここでも漫画。コミックス28巻、入れ替え増刷。やっぱり漫画を読んでいる。漫画読みすぎ。しかも、読んだ漫画は出来すぎのもので、返して新しい本も借りているぞ。意外な接点が二人にあるのね。そして、コミックス28巻、ポカリイコール100円では、ドラ焼き百科というマニアックな本も愛読しているぞ。これどこの層に向けた本なんだ。実際、ドラえもんは、コミックス25巻、なんとのび太が100点取ったでは、ドラ焼きの大売り出しに行くなどしているな。そのせいもあってか、コミックス18巻、ホーム迷路、コミックス32巻、フェザープレイン、コミックス35巻、しずちゃんとスイートホーム、家でドラ焼きを食べるところが、数多くのシーンで確認できるな。ドラえもんはドラ焼きが好きだからね。うむ、でも季節によっては、コミックス5巻、うちのプールは太平洋、コミックス14巻、雲の中のプール、コミックス18巻、地域など、家でアイスなどを食べるシーンもよく見かける光景だな。というわけでまとめてみると、結構いろんなことをしているな。基本的にのび太が帰ってくるまで暇なんだろうね。ここまでドラえもんが、家でやっているいろんなことを喋ってきたが、実は意外と多いものがまだある。もう結構出た気がするけど、まだ何かやってたっけ？コミックス17巻、空で遊んじゃ危ないよ。この回では、家で昼寝をしているのび太の隙を見計らい、空のレジャー3点セットで、ハンググライダーで遊んでいたり、コミックス38巻、冒険ゲームブックでは、下流の秘宝という、ゲームブックで遊んでいたな。さらにコミックス20巻、部屋いっぱいの大ドラ焼きでは、行き当たりばったり細菌メーカーという、自らドラ焼きを合成する菌を培養していたり、のび太の見えないところで、いろんな秘密道具で遊んでいるようだ。まあ普通に考えれば、秘密道具さえあればいくらでも暇つぶしできるわね。でもさっきから聞いているとさ、ドラえもんってのび太がいない時は、基本的にほとんど遊んでるだけなのね。それに関しては、ドラえもんなりの言い分があるぞ。コミックス35巻、ドラえもんに休日をで、この回の開幕、のび太のパパの会社が週休2日制になったらしく、いいなぁ、週に2日も休めるなんて、贅沢言うな、僕なんて年中無休なんだぞ。何言ってんだ、学校へも行ってないくせに、僕の仕事は君の面倒を見ることだ。日曜も祝日も、夜も昼も気の休まる時がない。そうか。といった感じに、ドラえもんにとってのび太が帰ってくるまでの間は、毎日の自由時間っていうわけだな。ちなみに、この動画を見ている若い人に補足をしておくと、平成初期ぐらいまでは、土曜日は半ドンという風習があってだな。会社も学校も、午前中は授業や仕事があるのが当たり前だったんだぞ。今じゃ土曜日は一日休みが当たり前だけどな。とまあ言った感じに、毎日のび太の面倒を見ているドラえもんだが、実はのび太が見てないところでも、
きちんと目をかけているのだ。コミックス20巻、僕を助けろんでは、出かけているのび太を、望遠鏡で監視をしていたり、コミックス29巻、ツバメののび太では、クジラを飼っていると嘘をついたのび太を、自家用衛星で監視しており、帰ってくるまでにクジラを用意していたな。さらに究極まで行くと、コミックス20巻、プッシュドア。この回、寝坊して学校へ行くのび太を、ドラえもんとママが見送るのだが、でも、どうやらギリギリで間に合いそうね。失礼ですがそれは考えが甘い。どうして、あのまま学校まで走れば遅刻しないけど、あ、そうか。ひょっとしてまた、悪い予感がするのだ。こら、やっぱり、と、さすがはのび太の子守ロボットというだけのことはあるようだ。その余地にも近い推理で、しょっちゅう忘れ物してる。あれじゃ本人もたまらないだろ。今日あたり、泣き疲れそうだ。ドラえもんなんとかしてなんてね、言われる前に、なんとかしとこう。ドラえもん、なんとかして。そら来た、と、言われる前に道具を準備するということまでやってのける。先ほど本人が、気の休まる時がない、と言っていたが、その言葉通り、のび太がいない時も、のび太に気をかけているってことだな。それでもほとんどは遊んでるみたいだったけど、まあ休める時に休まないと、のび太の世話役なんて大変だからな。というわけで今回はここまで。ちなみに余談だが、今回ドラえもんの暇つぶしを調べている時、藤子 F 不二雄大全集6巻ジークフリートで、ドラえもんが謎すぎる遊びを行っていた。なんだこれ、前後の脈絡なく、たった1コマ登場するのだが、もしこれが何なのか知っている人がいたらコメントで教えてくれ。では、次の動画でまた会おう。ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。